はい、スタートなんですけどまずここは2番の五十嵐選手飛び出しましたねそして、ここでちょっとね園田選手と踏み合いがあるんですよね、ここで少しね位置のおのの思惑があったんでしょうけどね、はい、2番の五十嵐選手が取って次に園田選手ですね、その後ろに3番の芦田選手もいますね。そ、はい、そうなっててくると前が南韓勢中段が中して後方に 関東勢という並びになりますよね、はい、これから隊列が整っていくと思うんですけども、はいえー、ここはもう小原選手も上昇してきたので、えー、これから8番の根田選手も、ね、上昇してくるんですけど、まあ、ここ根田選手を前に取ってもうやることは決まってますよね前に取った時点でね前に取って引いてもう緩んだところを叩きに行くという思い切ったレースを考えていると思っているんですけども。 まあそこに中段取れれば、天田選手が1回抑えに来てそれで天田選手がね、えー野原、野原選手じゃなくて根田選手を抑えたところを4番の野原選手が叩けばいいことですからそこであと根田選手が抑えたときに突っ張るか1回突っ張り目に感じで レースを崩すのかそれともすんなり引くかでまたレース展開変わりますよね、園田選手も、えー、地元地区ということで、えー、今回は、ね、やっぱ気合も入っているのでお客さんもやっぱり4番、1番、1番、4番というのを支持ししてましたよね、えー、後方にいる天田選手ですね、少し、えー、やっぱり普段のレースからして G クラスになると存在感が少しなくなってきてしまうのでその辺も彼のこれからの課題だと思いますよね。 まず後ろからなんですけどね、車番も悪かったので、まあ、後ろから1回押さえてというところですよね、まあ、この辺は問題ないと思いますね後ろから押さえに行って、野原選手の外を通横を通過して、えー、根田選手、ところに行った時に根田選手がどういうアクションをするかですよね、ここでちょっと突っ張る雰囲気も根田選手見せながらうまいですよね、誘導員を切って、山、えー、田選手を出させました、そしたらす,すぐ後ろに下げなきゃいけないですよね。でここでで根田選手のポイントなんですけど 4番の選手が叩いたところをすかさずいくぐらいな気持ちがあればも,もう1ランク上の選手になれると思うんですよね、ここで7番手に構えてしまって、まあ、前の野原選手の,この波の作り方を見てください、うまいですよね、波が後ろに、ね、影響して根田選手も仕掛けられない、まあ、この辺がもが野原選手の先行の技術、もう園田選手も盤石ですよね,こうね、番手にはまって後ろをキュロキュロ見てますけど。 もうこれではもう、甘田選手が先にまくって、根田選手ってところなんですけど、天田選手がこうまたね、後ろばっかり見ていて、まあ、4番でキープの気持ちもあったんだろうけども、根田選手の力が良かったですよね、外、外をね、強引にまくり上げていって、まくりきってしまうのかなという勢いで、これで6番の小原選手が少し挟まってしまったので、失速してしまったんですけど、まあ、その感激をついてね、もう2番の、3番手にいた五十嵐選手が突き抜けたということですよね。まあ、結果的には 難関勢、えー、上位なんですけどもね、園田選手もしっかり食い込んできて、もう少し、天田選手の存在感欲しいというところですよねそうですね、うん、あそこはもう、後ろ見てる場合じゃないだろうそうですね、多分ね、はい、彼の,心あの気持ちの中に、4番手キープと思ってるんですよ、うん、で、根田選手、もしかしたら振り発になる可能性があるんで、うんはい、っていうちょっとそこの甘んじちゃったところがありますよね。うん まあ、それが彼の弱点早く行くと孫、ま、沙、あ、選手のブロックも怖いっていうのは確かにあるんですけどね、やっぱりそうなってくると関東勢、しっかりね、芦澤選手も110点まで上げてきた選手なんで、はい、やっぱそういう岡選手までついてるとなると、うん、あのレースでいいのかなって、ちょっと自分に問いかけてもらいたいですよねね、うん、そううでですす、ねうん、もう少しし元気が欲しいですね。うんうん